皆さんこんにちは。今回は、賛否両論ある、カジノをやってみます。X で、クソゲー聞いてましたが、全然クソゲーではありませんでした。むしろギャンブルしたことある人からすると普通のことでした。確率はあくまで確率ですからね。むしろそういう確率の裏切りがないと、ギャンブルは成立しません。ということで早速始めてます。まずはコインをゲットします。一応何分かかるか、タイマーで測っております。さて、コインを200ゲットしました。2回分ですね。おそらくクソゲー言ってる方々は、この200で全突破して、失敗したのかな？別に全くバカにしているわけではないので、気を悪くしないでくださいね。さて、1戦目は勝ちました。ただ、8だと次が難しいのでリタイアします。これでコインが300になりました。3回分ですね。これを繰り返すだけです。ある程度コインが貯まるまでは、比較的安全な勝負しかしない。この場合も相手がエースなので、ロー確定。でも次が8なのでやめます。これでコインが400になりました。ちなみに2が一番下で、エースが一番上です。その2つの時は勝負確定。今回は取れましたが、数字が大きいのでもう1回やってみます。お、2が出た、熱い。次はハイ確定なので、やります。お、小さい数字、次もハイでいけそう。さっきクローバーの2が出たから、2はあと3枚しかありません。ここで2を引いてくるのがギャンブルなんですね。こういう経験何度もあるので、正直何とも思いません。確率ですから。さて、コインは300になりました。まああと3回できますので、気楽に行きましょう。お、エースは熱い、次ロー確定。出てきたのは9。コインも微妙なのでやめときます。これでコインは600。6回分になりました。こうやってまずは引ける数を増やすのが必勝法だと思います。その間に運が噛み合って、一気に貯めればいいだけですから。一番時間かかるのが、クエでのコイン集め直しだと思います。なのでこうやってまずは無難にコインを貯めましょう。やれる回数を増やすだけです。あとは確率通りにやってけば、いつか貯まります。コインの少ないうちに、無理して勝負するのが一番良くないと思います。クエストで集め直しが一番時間かかりますからね。さて、それだけを意識して、進めていきます。確率通り進めていますが、連敗してます。それでも手持ちコインが多いから別にどっちでもいいです。私のギャンブルの持論ですが、使える銭が多い人が勝ちやすいです。その分判断にもゆとりができますからね。このゲームも同じです。確率通りに進めて、ある程度溜まったら勝負、がいいと思います。さて、今回は順調に連勝してますね。4連勝、1600です。しかし6なのでやめます。これで16回分溜まった。と考えれば気が楽になりませんか ?15 回ミスれます。その間にも勝手にコインは溜まります。だいぶゆとりができましたので、特に考えず感覚で進めます。とやっている間に、勝手に連勝。しかしここでもやめときます。これでコインにかなりゆとりができました。5300。53回できます。おそらくこれなら適当にやっても貯まるのでは？というラインまで来ました。ここまで来るのが一番大事だと思います。あとは感覚で進めるのみ。ここは10だからローかな？と言ってハイが出ました。なんとも思いません。確率ですから。ご覧の通り、まだあと52回できますからね。ちょっと見えづらくてすみません。タイマーの位置ミスりました。52回のうち1回成功すればいいだけ。もしくはその間にコイン貯まればいいだけ。めちゃくちゃ簡単な勝負です。なので、このゲームで熱くなっている方、こういうやり方いかがですか？某開示での名言、勝負は熱くなったら負けです。冷静に立ち回りましょう。ネタバレですが、今回10連勝します。運よく1回でクリアしてる人もいるかもですが、10分くらいでオーブ50個なら十分じゃないですか？ギャンブラーの方は無理に止めませんが、このやり方なら安定して貯められると思います。なので、まだやってない方、参考になれば幸いです。さて、ここからはギャンブルしますかね。感覚的に次はローかな。4で小さい数字なので、次はハイかな。2と3が来なければ大丈夫。また8。さっきローが出たから、次はハイにしようかな。確率的にはまだローなんだろうけど。ギリ勝利。8はほぼ出たから、次もハイにしようかな。キングは熱い。エース以外ならロー。
お?ギリギリ攻めてくるね。ロー狙いやすい。外れても別にいいやの精神で、ノータイムでロー選びます。これで10連勝。オーブ50です。最初にコイン貯めておく。これだけ意識して気楽にやってみましょう。ご視聴ありがとうございました。